こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の夏靴はこの3足だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいと思っています。皆さんもきっとですね、夏どんな靴を履こうか迷っているかなと思います。もちろんですね、僕の動画の中でいつもお伝えしているような白レザースニーカーですとか、ニューバランスのスニーカーですとか、あとはブラックのレザースニーカーですとか、このあたりは年間を通して使うことができるんですが、夏らしさをですね感じるような靴、これはこれで何足か用意しておくとだいぶ気分が変わるかなと思うんですね。しかも夏っていうのはシンプルに暑いですし、あとは着こなし自体が結構軽くなってきますので、秋冬に比べると着用点数が減ってきますし、その中でも靴の存在というのは他の季節よりも結構目立ちやすいかなと思うんですね。ですのでちょっと退屈に見えがちな夏の着こなしの中に少しアクセントを入れるためには、この夏靴ですね、ちょっとバリエーションを増やしてあげるとだいぶ見え方が変わるかなと思うので、今回の動画ではいつもご紹介しているベーシックな大人靴以外の3つですね、夏に適したものをしっかりと皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。3つのパターンそれぞれ持つ必要はなくて、まあ、この中で1つか2つ持っておけば十分かなと思います。あとはお手持ちの白レザースニーカー、ニューバランスだとか、このあたりとミックスしながら楽しめば十分ですね、夏らしさ出せるかなと思いますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に大人に似合う夏靴ですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目、何をご紹介しようかなと思ったんですが、まあこれはちょっと今年はですね、ぜひ皆さんにご紹介しておきたいなというものがありまして、はい、私物を持ってきました。全く同じ形のものを2色持ってるわけなんですが、ビルケンシュトックのサンダルですね。まあ僕たち大人世代にとってはもう馴染みが深すぎるぐらいにですね、身近なブランドかなと思います。僕自身もビルケンシュトックのサンダルを一番最初に買ったのは高校2年生の夏前だったと記憶してるんですが、まあすごくですね、付き合いが長いブランドなんですね。まあ皆さんもご存知の通り、ビルケンシュトックのサンダルというのは定番中の定番であり、とても機能的で履き心地がいいというところ、デザイン自体はそこまで大きく変わらないんですが、先進的で今履いても全く古臭くないような、そんなものをですねしっかりとリリースしてくれているので、僕ら世代にはとてもありがたい存在かなと思います。その中でも僕がですね今期おすすめしたいのがチューリッヒというモデルですね。まあ、ビルケンシュトックには様々なモデルがあって、僕がその中で主に好きなのは、アリゾナっていうモデルと、あとはチューリッヒ、この2つなんですね。まあ、アリゾナに関しては、こちらのですね、画像を見ていただきたいなと思うんですが、2本の太めのストラップがついてるような、かなりベーシックなサンダルになってまして、未だにこれ愛用しています。僕はですね、EVA 素材の、割とライトな履き心地のものですね。これをワンマイルサンダルとして、自宅の方でもですね、履いてるわけなんですが、まあ、それとは別に、普段の着こなしの中でガンガン使っているのはこちらのチューリヒというタイプのサンダルになります。今こちらにあるブラックは昨年購入したモデルで、ちょっと別注版なので今は買うことができないんですが、こういったブラックと最近購入したこちらのですね、まあベージュっぽい色合いなんですが、トープという表記のサンダルになります。これはですね、やっぱり僕の中ではすごく気に入っていて、実はこちらのトープに関してはこれが2足目なんですね。1足目は今から5年ぐらい前に買って、3年ぐらい履いてさすがにクタクタになってしまったので処分してしまったんですが、今年改めて買い揃えたのがこちらのトープという色合いになります。まあ、デザイン的には結構特徴的で、甲の部分をしっかりと押さえるようにスウェード素材のアッパーが付けられているんですけども、ここがダブルストラップ仕様になっているというところ、かなりですねこのあたりが特徴的かなと思います。今となっては見慣れているので特に違和感なく受け止められるんですが、最初に見た時には結構エッジが効いてるなと思ったのがこのチューリッヒの印象だったんですね。サンダルの基本形といえばやっぱりアリゾナのようなイメージが強いかなと思うんですが、その中でこのデザインというのはかなり独特かなと思います。ちょっとシャープでモード感があるようなイメージで、個人的にはですねこのチューリヒというモデルがですね、サンダルの中ではちょっとカジュアルなんだけども、デザイン的にはシャープでちょっと尖ってるというところも含めて良いアクセントになってくれるんじゃないのかなと思っています。去年はブラックのチューリヒをよく履いていたんですが、まあ足元を引き締めるという意味ではブラックすごく使いやすいんですね。例えば
短パンのスタイルとチューリッヒのブラックなんかは非常に相性がいいです。短パンというアイテム自体がすごくカジュアルなので、それに対してサンダルを履くのであればブラックのチューリッヒでグッと締めてあげた方がバランスがいいんですね。一方でベージュのチューリッヒはどういった時に履くかというと、ブラック系のロング丈のパンツですね、そういったものを履く時に足元がブラックのサンダルだとやや重たいかなと思うんですが、そんな時にこちらのトープを合わせることで少しだけですね、色が明るくなることで夏らしさだとかちょっと季節感を出すことができるので、このトープという色合いもかなり使える範囲が広いのかなと思っています。でちょっと不思議に思うんですが、今年いろんなセレクトショップでも結構チューリッヒを取り扱っているところが増えたんですね。本当に長らく存在するベーシックなサンダルではあるんですが、そんな中でも旬なタイミングとかが数年おきにやってきて、今年は久々にチューリッヒが注目されている年なのかなと思います。おそらくこの流れというのは今年だけということではなくて、今年から複数年は続くかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、大人っぽく履けるレザーサンダルとしてチューリッヒはチェックをしていただくのがいいかなと思います。ただデザイン的にはちょっとエッジが効いているので、ややとっつきにくいかなと感じる方もいらっしゃるかなと思います。そういった時には、僕が持っているアリゾナの EVA のタイプ、こちらはカジュアルなので、外遊び用だとかワンマル用に使うのがいいかなと思うんですが、まあ、レザー素材のアリゾナだったら、デザイン的には結構落ち着きがありますし、一定の綺麗さというところも出せるかなと思うので、まあ、こちらをですね、選んでいただけるといいかなと思います。カジュアルなスタイルの中に適度に綺麗さのあるサンダルを取り入れるとしたら、やっぱりビルケンストックは欠かせない存在かなと思いますし、僕ら世代にとっては非常に親和性が高いかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて二つ目のですね、夏靴なんですが、まあ、これもですね、僕は大好きでいろいろと持っているんですが、どうしようかな。何から行きましょうか。こちらですね。グルカサンダルというジャンルですね。まずこちらはビューティー&ユースでオリジナルで作っているグルカサンダルで、去年購入したものなんですが、今年もほぼほぼ同じものが売っています。ただもう在庫がかなり薄くなっているので、なかなかゲットはしづらいかなと思うんですが、これがあったりだとか、あとはですね、コンバースのオールスタークップのですね、こちらのグルカバージョンですね、これもすごく使い勝手がいいです。今年買ったモデルです。あともう一個ありまして、こちらはスティーブン・アランで購入したスティーブ・モノというブランドのグルカサンダルですね。これ最近買ったものなんですが、まあ、僕の中ではグルカサンダル、ここ数年ですね、いろんなお店で買ってきて、まあ、自分のスタイルの中にも欠かせないアイテムになったので、ちょっとしっかりめに投資をして購入したのがこちらのスティーブ・モノのグルカサンダルになっています。先ほどのビルケンストックのサンダルというのはサンダル界ではだいぶ綺麗めな方向に入るかなと思うんですが、ただそれよりもさらに綺麗めな方向になってくると、こちらのグルカサンダルというものが位置づけられるかなと思います。というのもグルカサンダルというのは位置づけとしてはレザーシューズとサンダルの中間ぐらいの位置づけになっているので、割と綺麗めなんですよね。まあ、この中でも綺麗さがまた全然変わってくるんですが、一番カジュアルなのはこちらのグルカサンダルの要素を取り入れながらソールを見てもらうとスニーカーになっているという、こちらのコンバースオールスタークップですね。これが一番カジュアルな感じになってきまして、一方で中間的なのがスティーブモノですかね。こちらに関しては上品なグルカサンダルにはなってるんですが、割とですね、甲が見える面積が大きいんですね。ちょっと足入れした様子をこんな感じでイメージしてもらいたいんですが、だいぶこのあたりが見えるのでちょっとカジュアルな印象になります。でこちらのですね、ビューティー&ユースのオリジナルのグルカサンダルに関しては、割とこうストラップの部分が太めで、肌の見える分量というのはそこまで多くはないので、まあ、レザーシューズっぽい立ち位置で使うことができるかなと思います。まあ、いずれにしろビルケンストックのサンダルよりは綺麗め方向になってくるので、ブラック系のパンツにも合うし、短パンだとちょっとこう足元綺麗すぎるかなって感じはしてしまうんですが、あとはホワイト系のパンツだとかグレー系のパンツだとか、まあ、ロング丈のパンツであれば一通り似合ってくるのがこのあたりのグルカ系のサンダルかなと思います。まあ、どういった方におすすめなのかというと、夏の快適さは求めたいんだけども一定の小綺麗さも大事だよなと感じている大人世代の方だとか、あとはトレンド感をより出したいという大人世代にはやっぱりグルカサンダルは使い勝手がいいかなと思います。ここ数年ですね、ずっと
とトレンドと言われているのがこのグルカサンダルで、もう出始めたのってどれぐらい前ですかね。おそらく僕のチャンネルがスタートした4年ぐらい前からグルカサンダルはトレンドとして挙げられていたと思うんですが、それが最初のうちはですね、これ本当にトレンドなの？なんかエッジ効きすぎてない？っていう立ち位置から、まあ徐々にですね、世間の目も慣れてきましたし、お店で見る機会も増えてきました。そういった意味では最旬のトレンドというわけではなくて、割と定番に近づいてきたようなトレンドアイテムかなと思います。まあ今時期に取り入れていただければ、周囲の人から見た時に、あれグルカサンダルって言うんだねとか、今流行ってるんだよねというところがちゃんと伝わるようなレベルに少しずつなってきたかなという段階なので、まあ使い勝手はいいんじゃないのかなと思います。これが4年前に履いていたら、やっぱりですね、良くも悪くも目立ってしまうんですね。失敗すると悪目立ち、うまくいくとすごくエッジが効いていて、なんか個性的でかっこいいっていう雰囲気になるかなと思うんですが、まあ今ぐらいに履くのがちょうどいいような定番化しつつあるトレンドアイテムの一つかなと思います。個人的には一番使いやすいのはこのコンバースのオールスタークップのスニーカータイプなんだけども、グルカというね、この形が使い勝手いいと思います。レザーのストラップもそんなに太すぎないですし、デザイン的な完成度も非常に高いんですね。それでいてスニーカーライクの履き心地ということで、まあこれを超えるようなものはなかなか見つかりづらいかなと思います。スティーブモノは結構見た目に特化していて、あとはですね、作りもいいし雰囲気がやっぱり上品なので、履いていて気分が上がるんですね。それは価格が上がるということもすごく関連性があると思うんですが、自分の中でちょっとおしゃれをして出かけたいなという時はスティーブモノ一択になってくるんですけども、気軽に履きたいなというところではコンバースのオールスタークップ、そして結構完成度が高くて価格も結構抑えめでコスパ最強だなと思うのが、こちらのビューティー&ユースのグルカサンダルかなと思います。ただちょっと今手に入りづらいというところでは、ちょっとおすすめづらいところではあるかなと思うんですが、まあ、きっと来年以降もですね、やってくれるモデルかなと思うので、頭の片隅に置いていただきたいなと思います。まあ一足持ってるだけで、すごく今っぽい着こなしが簡単に実現できるというところ、人との差別化というところもつきやすいというところでは、グルカサンダルは未だにですね、おすすめできるサンダルの一つかなと思うので、ぜひ皆さんも改めてチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の夏靴なんですが、今度はもうちょっとカジュアル感のあるサンダルタイプのジャンルに行きたいと思います。その中では僕の動画でよく出てくるこちらですね。キーンのユニークですね。まあこのあたりがやっぱり該当してくるかなと思います。それに加えてもう一足ですね、ちょっと今日持ってくるの忘れてしまって痛恨のミスだなと思ってるんですが、ホカオネオネのホパラというですね、サンダルがあるんですね。僕自身もこれめちゃくちゃ気に入っていて、去年購入したんですけども、今年もめちゃくちゃ履いています。昨日もお休みだったんですが、ホパラ履いていました。ただですね、こちらのホパラに関してはアッパーがブラックでソールの部分がホワイトというモデル、僕は持ってるんですけども、今これほとんど売ってないんですね。あるとしてもオールブラックのこちらのタイプが多いかなと思うので、まあ今回なかったとしてもちょっとご勘弁いただければなと思います。まあ今市場で買えるスポーツ系サンダルの中では、例えば数年前まではテバのサンダル、このあたりもですね、旬で皆さんによくお伝えしてたかなと思います。まあ、テバがあったりだとか、その前にこちらのキーンのユニークが割と旬だったんですが、ちょっとその感じが落ち着いて数年経って、また今年ですね、ユニークなんかちょっとまた旬になってきてるかなということで、こちらをご紹介したいなと思ってるんですが、まあとにかくこのあたりは履き心地がいいので、水遊びをしてもいいし、アウトドアだとかキャンプだとか、そういったシーンでもガンガンに使えるので、まあすごく楽で便利なサンダルになってくるかなと思います。まあ、僕もなんだかんだで今回ご紹介した3つのタイプのサンダルの中で、休日にどれを履くかといったら圧倒的にこの3つ目のジャンルが多いんですね。サクッと履いていけるし、デザイン的にややエッジが効いていて、いつも履いてるような白レザースニーカーだとか、あとはニューバランスのスニーカーと比べても圧倒的に違いが出せるのがこのジャンルなんじゃないのかなと思います。もうキーンのユニークもちょっと見すぎて全くエッジが効いてるように今は感じられないんですけども、最初にこれ見た時にはなんていうサンダルなんだとすごく驚愕したのを覚えています。アッパーの部分はこの2本の紐でできてるんですけども、まあすごいデザインですよね。改めて見てみるとかなりエッジが効いてるんですが、これもだいぶ市民権を得て履いてる方も増えました。まあ男性ももちろん履いてますし、うちの奥さんもですね、
金のユニーク今年買っていたので、女性にも非常に人気が高いんですね。そういう意味ではご夫婦で揃って履いてみたいだとか、カップルで履くっていうのもありなんじゃないかなっていうぐらいですね、男女ともに親和性の高い夏用のサンダルとして、まあ金のユニークだとか、ホパラだとか、このあたりは厚いサンダルになってくるのかなと思っています。で、このようなスポーツ系のサンダルを合わせるとき、僕はどんな着こなしをしているのかというと、ほぼ間違いなくですね、これを履いています。短パンですね。こちらはパタゴニアのバギーズロングですけども、こちらと金のユニークを合わせたりだとか、もう短パンに最も相性がいいのは、このジャンルなんじゃないのかなと思います。まあ短パンにもいろんな種類があって、もうちょっとドレッシーな短パンみたいなものもあるんですが、僕はドレッシーな短パンってまず履くことがないんですね。それなぜかというと、僕の中では短パンを履くときには、おしゃれをして出かけるようなシチュエーションではなくて、外でガンガンに遊ぶときこそ短パンを履くんですね。まあそんなときに合わせるようなパンツというのはやっぱりこういったパタゴニアだとか先日ご紹介したノースフェイスだとかグラミチだとか、まあ、スポーティーな短パンですね。このあたりを履くことが多くて、その時の足元というのはやっぱりビルケンのサンダルだとそんなにこうガンガン走ったりだとか汚れてもいいような雰囲気ではないですし、グルカサンダルなんて持ってのほかでやっぱりこう小綺麗な着こなしになるのがグルカサンダルなんですね。一方でこういったスポーツ系のサンダルというのは汚れてもいいしガンガンに走ってもいいし、そういったアクティビティにすごく適したサンダルかなと思うので、もう短パンと合わせるのがもう最適だなと思います。この組み合わせがもうまさにベストな組み合わせなので、まあ、ぜひ皆さんも夏の着こなし綺麗めに振った方が大人には似合いやすいのは事実なんですが、ただそれだけでは息苦しくてファッションも楽しめないと思うんですね。やっぱり外遊びの際には半袖の T シャツ、短パン、そしてサンダルというのがある意味で一番ベストな着こなしでもあるかなと思うので、まあ、そんな時にはティーンのユニークだとか他おねおねのホパラだとかオールブラックで揃えてしまえば意外と大人の男性にもカジュアル好きないバランスが整えられるかなと思うので、まあ、ぜひこのジャンルの中で気に入ったものも買い揃えていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の夏靴はこの3足だけあればいいということでお届けをさせていただきました。結論ですね、3パターンはビルケンシュトックのスエード素材のこういったサンダルですね。これがあって、あとはグルカサンダルのようなちょっと綺麗めなですね、大人っぽい着こなしにも合うようなサンダル。これがあって、あとはガンガン外遊びに活用できるようなスポーツ系サンダル。まあ代表的なところで言うと、金のユニークですね。このあたりがあれば僕はもう十分だなと思います。それぞれ使い分けができるんですね。ですので皆さんのライフスタイルを考えた時に、どのシチュエーションが多いのかで、選んでいただくといいかなと思います。もう本当に外遊びが多いっていう方は、こちらのスポーツ系サンダル一足だけでもいいと思いますし、逆にそういったアクティビティあんまりやらないんだよと、着こなし自体はちょっと綺麗めなことが多いよという場合は、ビルケンシュトックか、もしくはこちらのグルカになってくるかなと思います。この2択の中では、少しこうカジュアル感を強く出したい場合、リラックス感出したい場合は、ビルケンがいいと思いますし、おしゃれを楽しむだとか、着こなしによりトレンド感を加えたいという時は、グルカサンダルになってくるかなと思うので、このあたりを踏まえながら選んでいただければ、大人の夏靴、もう間違いないかなと思うんですね。それに加えて、いつもご紹介しているような、白系のレザースニーカーと、あとは、まあ、ニューバランスのスニーカーですね。夏っぽい白ベースのですね、ニューバランスがあってもいいかなと思うんですが、このあたりさえ合えば、もう十分回るかなと思うので、ぜひ皆さんもこのような夏靴、存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで初級者から中級者へと階段を上りたいなと思っている方のためにですね、 YouTube のメンバーシップチャンネルというものを別で運営をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ライブ配信やっていまして、皆さんからのご質問に直接お答えする形でワイワイと楽しくチャンネル運営していますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンっていうのをやってるんですね。まあ、こちらなんですけども、オンラインサロンでは動画ではなくて文章と写真ベースで
おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説ですとか、まあそういったことをですね、毎日僕の方でも発信をしています。まあ文章と写真ベースなので、だいたい1、2分でさらりと読むことができますし、まあ僕も発信してるんですが、僕以外のスタイリストだとか、専門家の方も記事を書いてくださっています。また、参加者の皆さんも記事を書くことができて、おしゃれが好きな男性が集まって、お互いに交流できるような場所になっていますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。